公共曲第62番に蝶々放冒険愛62はフランツ・ヨゼフ・ハイドンが1780年に作曲した公共曲。ジェームズ・ウェブスターによれば1780年12月のハイドンの手紙に記されている2つの新しい公共曲というのがこの曲と第74番のことであり1780年の終わり頃に書かれたことが わかるという。1781年のクリスマスに、ヨハン・ユリウス・フメルによって、ハイドンの作品18として出版された6曲の公共曲の中に含まれている。第1楽章には、1777年に作曲された二丁調の序曲を再構成して用いている。この序曲は、すでに第53番、帝国初版の最終楽章にも用いられていたが、 1780年頃に第53番帝国の最終楽章は新しいものに変えられたため本作の第一楽章に再転用された。このためにハイドンはフルートのパートを書き足している。ハイドンはこの頃に過去の作品を利用していくつかのパスティッチョによる公共曲を書いたが本作もパスティッチョと呼ばれることがある。フルート、オーボエに、フォルに、ファゴットに、言語部。 全4楽章。演奏時間は約21分。通常の公共曲と異なり、すべての楽章が同じ調で書かれている。ありがとうございます。